花の岩屋神社は日本書紀にも記録が残る日本最古の神社とされ、御神体の大岩におよそ170メートルの大綱をかける神事が毎年春と秋に行われます。今日は大綱作りのため、氏子やボランティアおよそ60人が集まり、地元で収穫したもち米のわらを叩いて柔らかくすると、慣れた手つきで編み上げていきました。 今年は一本一本が長い藁が揃い、良い大綱ができそうだということです。来月2日に行われる大綱掛神事では、神社に祀られている7つの神にちなみ、7本の縄を束ねた大綱が御神体と御神木の間に渡されます。